ジョン・ラトリッチ、ジョン・ラトリッチ、七百三十九年九月十七日から1八百年七月十八日は、アメリカ合衆国サウスカロライナ州の政治家、州知事を務め、アメリカ合衆国憲法制定会議で大議員となり、批准された憲法に署名した。またアメリカ合衆国最高裁判所の判事となり、七百九十五年八月から十二月まで、 主席判事となった。アメリカ独立宣言に署名したエドワード・ラトリッチは弟である。ラトリッチはサウスカロライナ植民地チャールストンで大家族に生まれた。父はスコットランド系アイルランド人の移民ジョン、ラトリッチシニアで、母はイングランド人の子孫でサウスカロライナ生まれのサラ・ヘクストであった。父はアルコール中毒の医者、イングランド国教会牧師、教師であったが、 この父からは限られた教育しか受けなかった。1760年に、ロンドンのミドルテンプル放送院で法律の勉強をした後、イギリスの法廷弁護士として認められた。しかし、ほとんど時を経ずに、チャールストンに戻って実りある法律分野の経歴を歩み始め、また母の財産であるプランテーションと奴隷で資産を築いた。3年後、エリザベスグリム家と結婚し、 最終的に10人の子供を設けるが、タウンハウスに転居して、残りの人生の大半をそこで過ごした。1761年、政治分野での活動を始めた。この年、クライストチャーチ教区から植民地議会議員に選出され、独立戦争までこの職を続けた。1764年に10ヶ月間、一時的に植民地検事総長を務めた。 1765年に、飲酒法の問題が起きた頃にイギリスとの関係が悪化し、ラトリッチは植民地の自治を確保し続けたいと願っていたので、イギリスとの断絶を避けようとし、節度ある立場を維持した。しかし、因子法会議では、委員会の議長を務め、イギリス貴族院に対する請願書を書き上げた。1774年、第一次大陸会議の代議員となり、 そこでは、恩恵な問題処理を追求した。翌年も、第二次大陸会議に出席した後に、サウスカロライナに戻って、植民地政府の再建に貢献した。1776年、安全委員会で働き、州憲法の総構作りに参加した。この年、バージニア州議会会員の議長となり1778年まで続けた。この時期に、新しい政府は、 多くの厳しい指令を経験した。1778年、保守的なラトリッチは国の理法の民主主義的な改定を受け入れられず、その職を辞した。しかし、翌年に国知事に選出された。困難な時代であった。イギリス軍がサウスカロライナに侵入し、植民地の軍隊は絶望的な状況にあった。議会が休会に入っていた1780年早くに、 チャールストーンはイギリス軍に包囲された。5月に死は陥落し、アメリカ兵は捕虜となり、ラトリッチの資産は押収された。ラトリッチはなんとかノースカロライナに逃れ、サウスカロライナを回復するために軍隊の召集に取り掛かった。1781年、ナサニエルグリーン将軍と新しい大陸軍の助けもあって国政府を再建した。 1782年1月、知事の職を辞し、国議会会員の議員となった。戦争の間に被った財政的損失は取り戻せなかった。1782年から1783年は、大陸会議の代表となった。翌1784年、国公平法裁判所に勤め、また再度国議会会議員議員となった。 1784年から1790年。1787年の憲法制定会議では、最も影響力ある大議員の一人となり、恩憲な民族主義者の立場を保ち、詳細委員会の委員長となり、あらゆるセッションに出席して、しばしば効果的に発言し、また5つつの委員会にも参加した。サウスカロライナの仲間大議員と同様に、活発に南部の利益を代弁した。 奴隷貿易に関する権利には強い意見を持っており、もし奴隷制が許されなければ退席すると脅しさえした。憲法下の新しい政府はすぐにラトリッチを魅了した。1789年には大統領選挙人となり、ジョージ・ワシントンは合衆国最高裁判所の賠席判事にラトリッチを指名したが、この職は2年間のみ務めた。1791年、 サウスカロライナ州最高裁判所の首席判事となった。1795年の合衆国上院が休会の時、ワシントンは再度ラトリッチを合衆国最高裁判所のこの時はジョン・ジェイに代わる首席判事に指名した。ラトリッチは1795年7月1日に着任した。その後まもない7月16日、イギリスとの間に結ばれた。 ジェイ条約を非難することで大きな論争を呼ぶ演説を行った。この演説の中でこのたわいもない文書に署名するくらいなら大統領は死んだ方よい。それを採択するよりも戦争を選ぶと言ったということである。ラトリッチはジェイ条約に明けすけに反対したこととラトリッチの妻が1792年に死んで以来心の病を持っているとの噂があり。 連邦党が支配するアメリカ合衆国上院は1795年12月15日にラリッチに対する指名を拒絶した。その結果、ラトリッチに対する休会中の指名は上院会期の終わりに自動的に期限切れとなった。各種てラトリッチはアメリカ合衆国最高裁判所の歴史の中で唯一人不本意ながら職を追われ公的な経歴を終わらせることになった。 しかし、そうしている間にも一気のみは裁判所にあって、職務を遂行した。アレクサンダー・ハミルトンは、ラトリッチの正規を疑い、副大統領のジョン・アダムズは、妻のアビゲイル・アダムズに宛て手紙の中で、上院がラトリッチを拒んだことで、旧機友のために苦痛を覚えたが、彼がそれに値すると思わざるを得ない。主席判事は、根拠の薄弱な民衆の不満を煽ってはならないし、 民衆の間に、内輪もめや分裂、闘争、妄想を広めてはならない。と書いた。ラトリッチは1795年12月28日に、主席判事から退いた直後に自殺を見た。ラトリッチは1800年に60歳で死に、チャールストンのセントミカエル聖公会協会に、葬られた。1763年に建てられたと言われる、ラトリッチの家の一つは、 最終的に1790年に売却され、1989年に回収されて、ジョン・ラトリッチンとして公開された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。